対決サクサクセス実況44回目の今回対決する選手は最強投手ダルビッシュと対決していきましょう。そしてこのダルビッシュといえば皆さんご存知だとは思いますが、先週ねレンジャーズから、ドジャースへトレード移籍しましたよね。このトレード自体はトレード期日の10分前にね決まった、超ギリギリに決まったトレードらしいんだよね。日本時間で言うと3時とか2時とか夜のねそれぐらいになると思いますので、リアルタイムでトレードされたって知った方はそんないないんじゃないかな。朝起きてネットを見たらダルビッシュトレードされとるやんけってね、目玉2つ飛び出た、そんな方もいるんじゃないでしょうか。僕もそのうちの1人ですからね。まあでも弱い球団からめちゃくちゃ強い球団に行ったわけですからね。ドジャースなんてもう圧倒的ですから、ワールドシリーズも出られると思います。だからダルビッシュを取ったんだからね、そういうことですから。そしてこのダルビッシュ移籍後メッツ戦に登板して最高のピッチングを見せてくれたんだよね。7回投げて0失点10奪三振というね、新天地に行っても相変わらず圧倒的なピッチングが続いてますね。いやでもねトレードされるかって噂になってましたけど、ちょっとね不安だったんだよね。なぜかというとトレードされる、まあされるという噂が流れてる中、ダルビッシュレンジャーズで最後の登板の時にマイアンマーリンズ戦で10失点という えぐい炎上をやらかしたからね。この1試合10失点っていうのは日本人選手ワースト記録ですからね。ダルビッシュ以外に10失点以上したピッチャーいませんので、そもそもメジャーリーグ全体で見てもなかなかいないんじゃないでしょうかね。それもあり、あれこれトレードあるのかなと思ったんですけどね、結局されちゃいましたね。新天地でも最高の活躍をしましたから、今後ね注目ですよ。ドジャースといえばマイケンだったりね、ベリンジャーだったり、いろいろとすごい選手がいますから、またねちょっと僕もメジャーリーグ見るのが楽しくなってきましたね。さあ長くなりましたけど、ダルビッシュの能力はこのようになってるわけだ。これパープロンアップデート入ってね、ダルビッシュ自体もかなり強くなってますからね。球速は159なんですけども、これ最高球速実はダルビッシュ160何回か計測してるんだよね。なので160でもいいと思うんですが、まあそれ160にしちゃうとねもっと強くなりますので、そこは勘弁みたいなね。コントロールもかなりいいね。 B の75もあるんだな。そんなイメージは全くないけどね。まあ能力見る限りは相当強いですけども、勝つのは俺だということだ。今回作る選手の球団設定は横浜で作っていきます。なぜかというとですね、先ほども言いましたけど、まあダルビッシュトレードされてドジャースに行ったわけですよ。ドジャースのチームカラーは青ですからね。そしてナリーグなので打席にも立つわけ。今までねダルビッシュはアリーグにいたので、打席に立つことはね、なんて言うんですかね、交流戦的なもの以外ではありませんでしたけども、まあ今回から打席に立ちますからね。ダルビッシュといえばとんでもないパワーを持って2016年シーズンホームラン1本打ってますからね。ということを考えれば、今回はセリーグに入れて、そしてチームカラーが青、まあ中日でもいいんだけどね。中日弱いしドジャースじゃねえし、真逆の存在ですからね。ただに色が同じってだけだから横浜でいいんじゃないでしょうかね。ね、まあダルビッシュに勝つんだったら同じパワーピッチャータイプでしょう。まあダルビッシュ以外に今日本人メジャーリーガーでパワーピッチャータイプっていうのはいませんからね。圧倒的な力を誇ってますから、やっぱパワータイプには球速は必要だ。ね、ダルビッシュといえばあの曲がりに曲がるスライダー、俺も持ちたいな。やばっ一つ変化球を武器持たないと勝てないと思うんでね、この2枚だな。球速強化カード、変化球強化カード、この2枚で作ろう。レッツ対決サクサクステージ11にやっていこう。初期能力は H シュート、変化量2がついてて球速が126か、ただコントロールが G の16低いね。あ、変化球パネルいきなりあるじゃん、いい感じだね。まずあれ踏まないと。とにかくテーマはパワーピッチャーだからね、そこを履き違えるんだよ。クソみたいな選手を作るんじゃねえぞ俺、全部自分に言ってるからね。自分で言わないと作っちゃうから、そういう選手はね。体力回復いきなりそんな来られても弱りますわ。体力マックスあるからね。よっしゃ、コントロール G 脱出だね。素早く脱出。いや、まあコントロール悪いと話にならないからね。パープルのダルビッシュ相当コントロールも高いので、あれちょっと高すぎるような気がするけどね。あんなもんか？今季も結構なんかフォアボール出してるイメージあるけどね。まああんなもんなんでしょうね。公式がしてるんだから、そういう感じ。だから俺もパワータイプかつコントロールいい選手を作らないとね。打力の方を上げることはできないからね、残念ながらこのサクサクセスではね。まあ、そこは諦めましょう。んガンダかも。英雄スタミナ強化カード、これアイテム祭りですからね。こうやってハテナパネルを踏めばカードがゲットできたりしますから、いい感じだねこれね。待てよ、まだちょっとこっち残ってるから踏みに行こうか。ハテナパネルはもうこのステージは積極的に踏んだ方がいい。ほらね、チヤホヤカード、吹っ飛ばしにチヤホヤ入ったからね、めちゃくちゃ大きいよこれ。
た能力は上がってる感じは全くしないけどね。ちなみに追加されたちょっと変化球見てないんで見ていこうか。何追加されたこれ。スラーブがいい変化球だな。これはいいぞ。パワープロではもう魔球だからね、なかなか打つことはできない。さあまだまだ強い選手を作っていかないとね。まだまだというか全然強くないんでね。ダルビッシュに勝てる要素はない。今のところ中学生のダルビッシュにも負けそうな能力だけどね。それじゃダメなんだよ。スタミナばっか上がっていくな。マイライフの奥に作るつもりは俺はねえぞ。お願いします。ちゃんとした選手を作りましょう。お、なんだ。あー、投手に回復しいだね。マークみたいな投手になるのかな。お、ヒーリングカード、いいね。なんかカードよく手に入るわ。ただカードがよく手に入っても能力が低ければ意味がないからね。全然強くねえ。どこがパワータイプだよ。お前こっから150いけるか。いや無理っしょこれ。いやいやいや無理だと思うよ。うわーもう彼の登場も早い。まあ吹っ飛ばしカード持ってるからね。でシャッフルカードであっち行け。シャッフルパネルでね、下に出てきたか。ちょっと待てよ、これはどうするべきか。まず近くの宝箱取りに行くのが正解だね。よっしゃ、タルパイプ。オッケー。まあ彼にビビりながらやることは別にないわけだからね。俺何をこんなビビってるんだ。選手かも。ウィーランド伸びしいね。ちょっと待てよ、本当に青パネル踏まないとな。全然踏めてないからさ、彼が打ってほしいんだよね。何がしたいんだこいつ。あーちょっと待て、カレーはめできるけどこれ踏むと全部補給パネルに変わるわ、青がね。あいや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 、それはちょっとね、いやまずいっしょ。ちょっとそれはちょっとダメだな、ここは、まあ、カレーはめた方が良かったのかもしれないけどね。あ今そ、あー今速球だったの最悪だ。ちょっと待てよ、でもあれ横にシュートかだね。シュートの変化量を上げるやつあるんだ。あれ踏みてえのにまたカレンが絶妙な位置いる。いや、吹っ飛ばしカードぶっちゃけ残しておきたいんだよね。どうする、これもうしゃあないわな。1か8かで。あー、ダメだ。カレンこっち来たわ。あー、もうしゃあないね。こうなったな。ぶっ飛ばされるしかない。あー、まあぶっ飛ばしカード持ってるから大丈夫なんだけど、ここで。あ、いけるか？よっしゃ、いけたわ。ナイス！ありがとう、カレン。あー、で、カード落とした。まあ、ええわ、それは。よっしゃ。H シュートが変化量2な、3になったね。よかった、よかった。助かったわ。で、あと、やる気上げていかないとね。あ、ヤキマン来た。ヤキマン、へい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 、ナイス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 、えいゆー、能力アップ&回復。助かった、あんなとこに出てきてくれるんだろうね。まだまだまだ終わらんぞ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。で、これで終わりだね。球速がなさすぎるダルビッシュと真逆の投手を作ってるよ、俺は今。こんなんじゃダメだろ。最終ステージに全てをかけるしかないね。まあ、吹っ飛ばしカードをね、結局消化せずいけたし、いろいろカードを持ってますから。あとはもう、強い選手を作るだけ。それが一番むずいんだ。よっしゃ、選手かも。特殊能力プリーズ。コントロール4アップか。はい、選手かも。何をくれる？浜口。緩急丸。いやね、この紫パネルがね、全部速球に変わってくれたら俺的には理想なのよね。あ、来た来た来た。やる？踏む？どうする？え？やる？ 100？ いや、ぶっちゃけ今何が足りないってやったら、速球だからね。変化球ももうぶっちゃけ足りてないけど。でももう変化量パネル一つしかないからね。ぶっちゃけ一つしか増やせねえし。あ、でもこれ進化系か！持ってないやつだな。ならもう先こっち踏みに行かないと速球諦めるわ。まあ、また来るかもしれないけどね。あれちょくちょく変わるからさ。そこは残念だな。ほら、今変わってるね。コントロールになってるわ。うわー、カレンこっち来る！あ、よかったよかった。で、宝箱。イエス、オッケー。2つあるからね、遠いかないと。よーっしゃ、スタミナ A の87。十分なくらいはもうあるんだけどね、スタミナに関しては。ほんで、どうしようかな。いや、こっちから行くと赤パネルが続くからな。ただ、こっちから行くと、シャッフルパネルあるから、どこに出てくるか分かんないしね。プロ入りカードはさすが持ってないからね、俺。こっちからだな。あー、またカレン。しゃあないわ。うまくはめれるか。あー、さすがに逃げられるわな。そんな甘かね、吹っ飛んでけバカ野郎。大丈夫だ、カードは持っとんねん。はい、消えろ。もう出てこないからね、大丈夫、安心しよう。さあ、残る体力14か。どれだけ強くなれるか。全然強くないけどね。いや、ヒーリングカードも持ってるから回復してくれるんだけどね。あ、球速、いや、それでも138か。あ、これゴールいけるか。あ、よかったよかった。いや、いけんのはいけるわ。よかった、びっくりした。ただダルビッシュとは真逆の選手を作ってしまうっていうね。ちゃんちゃんだよもうこれ。球速なさすぎる。お前中学生のダルビッシュはこれくらいの球速投げてたんじゃないかなっていうくらいの球速だからね。今時こんな球速投げるピッチャーもね、中学生にいてもおかしくないですから。コントロール、スタミナに関してはもうダルビッシュと負けないというか、ダルビッシュと同等のものを持ってるよ。
うん、スタミナとコントロールに関してはね。ただ変化球は武器になるようなやつはない。まあツーシームを合わせると4つ持ってますから、まあね、数っていうのは大事ですからね。変化量は少なくとも持ってることが大事なんで、特殊能力も伸びし、リリースまで通し、そして緩急まで回復しか、まあそれなりにはあるけど、やはり球速がなさすぎるね。強化カード持ち込んで初期が126とそこそこにも高いのにもかかわらずね、12キロしか上げてないからね、初期からね。どんな進み方したらこんな急速になるんだろうね、教えてくれ。まあ本当ね、急速では全然勝てない、もうパワータイプとは言えない選手ですけどもね、作っちゃったもんはしゃあないので、これでダルビッシュと対決していきましょう。 OK、 じゃあ今からオートプラントで回してダルビッシュと対決したいくぜ。僕の作った選手からいきたいと思いますのでね、作った選手の起用法は横浜のローテーション1番でスタミナの限界を起用し、オートプラントで回すからね、エースに求められてるということは限界まで投げるということだからさ、まあ、今回ね、共にスタミナは S ですから、もう間違いなく9回以上投げれるスタミナ持ってますから、相当なイニングを投げる、そんなピッチャー同士の対決になるんじゃないでしょうかね。ただその他の数字はどうなるかは分からんけどもね、能力を見る限りではね、相当厳しい対決になるかもしれんけども、信じる心を捨てたら勝つことはできないから、そういうことね。能力が低くてもいい、信じる気持ちだけ持ってたら勝てるってこともあるんだよ、奇跡も魔法もあるんだよってね。よっしゃ、じゃあ今から信じて回していきましょう。1年のシーズン開幕じゃ。1年のシーズンが終了。僕の作った選手の成績オープン。ダババン。どんな感じ。ええやん、ええやん、めっちゃええやん、エースやん、やばいやん、日本代表しとるやん、イエース。来たぞこれ、おい、球速なんていらへんねんね。大事なのは心と気持ちだ、意味同じじゃん。いや、気持ちを捨てた人間に明日はないからね。うん、結局ね、負けない気持ちを挑んで、結果ね、こういうなったわけだから。素晴らしい防御率 2.51、 そしてイニングに注目だね。226やって、もうミョーンでしょ、ミョーンって感じでしょ、すごすぎてね、もうわけわからん、すごすぎますよ。でもそんな投手の敗戦数が12敗ですか、悲しいね。まあ1から見ていきましょう。防御率は 2.51 とかなり素晴らしいですよこれね。で、226イニングというかなりのイニングを投げてますから。で、14勝12敗なんでやねん、もっと勝ててもええやろ、おかしいやろ、負けすぎやろとは考えてもね、ひどいな、負けに直結しすぎだね。まあスタミナの限界起用ですからね、多少打たれてもこれ起用し続けるのがこの起用法ですから、まあだからじゃないですかね、そういうことだと思います。ほんで勝率は5割3分8、負けがちょっと多すぎるのは残念だね。で、登板30で完封5、完投7、素晴らしい。 QS20 で率は 90%、 HQS は12、HQS となるとちょっとガクッと落ちるんだね。まあそれでも40あれば十分ですけどね、最高でもエースですよ。三振に関しては126と少ないな、そこはダルビッシュと大きな差が出るんじゃないかな。三振率は 5.01 だからね、ちょっと悲しいなこの辺は。で、フォアボール54で四死球が2で、四死球率は 2.23 で、基本塁打11本で、まあでも率で見るとそんな高くないですからね、ほんで被安打が199で、被打率は2割3分7で、得点圏になると1割9分1厘、このピッチャーの特徴が出てるよね。ピンチが強いから防御率も 2.51 ということだ。ほんで、ウィップに関しては 1.12、 その他の数字はこんな感じとなりましたとさ、弱点がね、すごすぎるね。いや、これならね、十分ダルビッシュに勝機はあると思いますよ。能力見る限りではちょっとないかなと思ったんですけど、勝つチャンスが出てきたね。これだけ圧倒的なんですからね。ちなみにちょっと野手成績も見ていこうかな。まあ、今回別にね、野手の成績を見比べてどっちが上だ下だなんて言うつもりはないですけども、あくまでもね、サブ的な、スペシャル的なね、勝敗には直結しないですけども、数字見ていきましょう。打率は2割1分7厘。うん、そこそこ打ってるね。ピッチャーで2割打てたら相当だぜ。ほん、打数もこれ、69打数、打席で77あるからね。で、ヒット15本だから相当だよ。もう倉本より打ってんじゃねえかね。倉本2割2分2厘だからね。フルで立ったらどっちが打つってもう分かるでしょ。絶対俺の方だよ。まあ、本塁打打点に関してはゼロなんだね。まあ、そこはちょっと残念だな。まあ、本塁打は当然打てるわけではないですけど、打点はちょっと1くらい欲しかったな。で、OPS では4割6分7と、倉本と出塁率はほとんど変わりないっていうね。長打率やばすぎんだろ、お前、倉本。2割5分9厘ってなんだ、お前。ラミレスはいい加減外せ、こいつを。さあ、タイトルも見ていきましょう。どうだ？僕の選手も一つくらいはなんか取れたでしょ。ベストナインは菅野。西武独占だね。すげえ強いな。
ゴールデングラブも菅野で、ちょっと待って、何も取れてないのかこれ。あれだけのお前成績残して何も取れないの？嘘やんけお前。いやでもよくよく考えたら取れるような成績じゃねえわな。防御率も最優秀防御率取るにしてもちょっと足りないし。で、1.18、何やってんねんお前。お前何やってんねん。お前ダルビッシュマー君超えとるやんけ。いや無理やん、こんなんおったら。こんなやつおってタイトル取るって無理やね。無理やよね。そういうことやよね。あ、もう諦めましょう。うん。化け物です。ダルビッシュ以上の化け物がいました。ここにね。圧倒的すぎ。いや、防御率ゼロ単ではいけたんじゃね。あの、昭和じゃないんですよ。今はね。平成ですよ。こんな数字出すんじゃねえ。即お前メジャーリーグに鍵つけられて取られるわ。てか言ってほしい。これならね。すごすぎる。菅野という化け物が同じリーグに同じ時代にいたからね。俺の作った選手はタイトルは取れずだ。はい、僕の作った選手は何のタイトルも取れず、ノンタイトルで終わったというわけだ。まあでも出た数字というものは素晴らしいからね。もちろんタイトルも取りたかったですけども、まあ成績を見比べて勝敗決めていくわけですから、この出た数字がものすごく大事なわけだ。いい選手ができたと言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ次はダルビッシュをオートペナントで回していくぜ。清穂は同じ。ローテーション1番でスタミナの限界起用だ。そしてもう一度能力を確認すると、まあ見れば見るほど圧倒的だわな。これはとんでもない成績出しますよ。野手能力もね、見ていくとほら、高いでしょねえ、ダルビッシュといえばね、怪我してた間に筋肉、ウェイトトレーニングをして筋肉がものすごくモリモリになってね、ムッキムキですからね。ほんで2016年シーズン、去年ではホームランも打ってるわけ。みんな、これどこに打ったと思う？レフトね、引っ張ってそんな飛距離はないけどっていう感じのホームランだと思うでしょ。違うからね、バックスクリーンに叩き込んでるわけですからね。恐ろしい男ですよ、本当。化け物やね。だからね、これダルビッシュドジャースに行ったことで楽しみが増えたっていうのはそれも一つあるんだよね。打席に立つことが多いから。実質ね、あのメッツ戦でもね、打席に立ってます。まあ残念ながらね、ホームランもヒットもなかったですけども、やっぱりね、あれだけのね、筋力トレーニングをして力つけたダルビッシュの打席っていうのはもう普通の野手と同じぐらい見てて楽しいですからね。今後も注目ですよ。ですからね、投手成績だけではなくてダルビッシュの野手成績にもちょっと注目していきましょう。もしかしたらホームランあるかもね。じゃあ行きましょう。ダルビッシュ1年のシーズン開幕じゃ。1年のシーズンが終了。ダルビッシュの成績オープン、ダダダン。ははははは、投敵とはこのことやね。なんやねんこれもう。何が勝てたかもしれないな、バカ野郎。お前勝てる要素一つもねえぞこれや。さすが最強投手やね。甘く見たらあかんねんってことやね。はい、もう防御率の時点で負けてます。 1.92、 1点台です。まあでもさっきの菅野見ちゃったからね、あまり驚きはないかな。むしろダルビッシュこれくらいなのっていう、そういう感想すらも抱いてしまう。それぐらい菅野がすごかったからね。まあでも1点台はすごいよ。ほんでイニングはでは勝てるだろうと思ってた、イニングですら負けるっていうね。230イニングダルビッシュ投げてますから、怪物やお前これ。日本の日程で230ってもうほとんど試合完封してる、完投してるってことですからね。ああ、ほんで20勝6敗、勝率は7割6分9厘だってよ。まあ、ダルビッシュといえば防御率の割には勝てない投手ではあったんだけどね。よかったね。レンジャーズにいた頃もね、今季は全然援護なく今負け越しですからね。ああ。ただ、まあ、強い球団にダルビッシュがいたらこういうことになる。まあ、横浜が強いとは思わんけどもね。すごいわ。20勝してますね。で、謎のホールドポイントが1。中継ぎ当番が1回あるってことか。国士はやめなさいよ、あなた。ダルビッシュレベルでも壊れるぞ。まあ、先発当番30ですね。で、完封が5、完投が9。圧倒的や。QS は26で率は86。で、HQS は16で率は50超えですからね。53%。うわぁ、もう三振も圧倒的や。あと、25です。300奪三振。すごい記録が生まれたかもしれないね。275個、三振率は 10.7。 圧倒的です。もうだから9回投げれば毎試合ね、あの10個は取れてる、10個以上は取れてるということですからね。でフォアボールが37個で、うわー、四死球率は 1.49 というエグさ。マー君かな。で、基本塁打6本で、被安打が193安打、被打率は2割2分6厘で、得点圏被打率は、おっと、得点圏の方が1厘だけ高いんだね。2割2分7厘。まあでも数字は相当低いですよ。で、ウィップは1、ちょうどその他の成績はこんな感じとなったわけだ。もう文句なし、エースやね、あんたはね。時代を代表する。
歴史に名を残すね。ちょっと最強投手に挑むのは早すぎたね。圧倒的すぎて。俺の選手でシコシコしてたのが恥ずかしいわ。もっといいおかずを見つけてしまった。俺は次からこっちでシコシコしようと思うわ。さあ注目は投手成績だけではないよ。野手でどんな成績を残したのか、ホームラン打てたのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダン。さあどこにいるんでしょうかね。打率順で並んでるわけだからね。おっとダルビッシュ、ああ打率は1割7分1厘か。まあでもこれでもピッチャーの割には打ってる方だけどね。ほんで打数は76打数の13安打で、ホームランは1本打ってる。マジかよ。おい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 、やりましたなこの男。1本打っとるわ。さすがダルビッシュやね。1本も打てない選手が多い中、ピッチャーで1本打って、その上これだからね。あのダルビッシュは二刀流したらどうですか。おすすめですよ。いや、やってほしいね。お、ちょっと待って、まず横浜で浜口が打ってんじゃねえか。このルーキーヤバめだろ、お前。ピッチャー成績も良い上に、ダルビッシュ同様ホームラン1本打ってるからね。さあ、タイトル取ったのか見ていきましょう。ダルビッシュ、まあ独占ではないのか、ベストナイン菅野なんだね。ダルビッシュがベストナイン取れず、ゴールデングラブも菅野、おかしくねえか。ちなみにこれ横浜優勝してますからね。さっき僕の選手の時は優勝してないですから。ああ、まあでもこの辺はさすがだね。シーズン MVP に沢村賞2つ独占だ。で、最多賞に最多奪三振。ん？最優秀防御率は取れず、勝率第1位投手も取れず、巨人の田口と菅野に阻止されてる。いや、おかしい。あいつらどんな成績残してんの？マジで。さっきからよ。1.91 で最優秀防御率が取れない。あ、1.29 だね。え、何やってんのお前。統一球時代ちゃうぞ、これ。ねえ、どっちかといえば飛ぶボールだよ。おう。で、勝率は15勝4敗で7割8分9厘で田口。え、何やってんのこいつさっきから。え、菅野さん、やばすぎない？いや、これで7敗してることが問題なんだけど。ね？な、もうほんと、マー君ダルビッシュレベルに到達しちゃってるんですけど、早くメジャー行けよ、お前。こんなちっちゃい国で野球やる必要性ねえじゃんね。あの、さっきから菅野がすごすぎて、お前、ダルビッシュがめっちゃ霞んでるっていうね。せっかくこれだけの数字残してホームラン1本打ったの、なんか凄みを感じないのはなんでだろう。菅野がやばすぎるからだね。いや、驚きだわ、ほんと。あいつ何してんねん。いや、今後菅野とも対決していかないとね、だいぶ先の話になるけどね。今対決したら確実に負けるからやめとくよ。さあ、じゃあ互いに成績を見比べて勝敗を決めていきましょう。こちらになりますね。まあ、数字を見る限りではもう、もうね、どの指標も圧倒的に上回られてるので勝敗というのは決めやすいですね。まず防御率で見ていくと 2.51 と 1.92、 もう防御率の時点で差がありますから。で、イニング数でも負けている。まあ、勝利数、敗戦数でも全然勝率のあれも違うわけですからね。まあこれはちょっとチームのあれに悩まされたけどね。僕の選手ももっと勝ってもよかったし、まあ勝てなくてもね、もっと敗戦数は少なくてもよかったと思うんですけどね。で、互いに完封は5、完投数は7と9ですからね。で、QS 率では実は僕の方が上なんだよね。90ですからね。まあ、1個差。ただ、HQS では12と16で率も違うわけですから、まあ、試合を作る能力っていうのも、ダルビッシュには負けてるということですよね。で、三振数では100以上の差があり。まあ、でもその他の数字を見比べると、この対決っていうのは分かりやすい、そんな対決になったんじゃないでしょうか。実況44回目、ダルビッシュ、最強投手と対決してみました。結果は、ダルビッシュの勝ちということでよろしいでしょう。もうこれは分かりやすいですね。はい、すべての数字が、ダルビッシュの方が上なのでね、それもかなり差がありますから、これが僕の勝ちって言ったらいろんな人に叩かれそうなのでやめます。これはどう見てもダルビッシュの勝ちですよ。残念ながら勝つことはできなかったね。まあでもそのダルビッシュをも超える選手が一人いたよね。菅野智之という化け物だよ。あの男とも今後対決していかないとね。まあでもそれはだいぶ先の話だからさ、あの男にと対決する前にまたこのダルビッシュと対決してリベンジしていきたいと思いますのでね、また今後の実況でやっていきたいと思います。動画の冒頭でも言いましたけど、ダルビッシュね、ドジャースに移籍していきなりね、メッツ戦でいいピッチングを見せてくれました。まあね、ちょっと炎上とかもあり数字も悪くなってるので、ここからタイトルを取るっていうのは難しそうなんですけども、まあね、強いチームの勝利に貢献できるようなそんなピッチングをね、今後期待してますので、ぜひともダルビッシュには頑張ってもらいたいね。そしてダルビッシュが加入したことによって、マエケンの先発の立場というのも今非常に危うくなってますからね。
先発として結果を残せなければ、これリリーフ回るわけですから、事実マイケン今季ね、あのロングリリーフとかも1回2回やってますからね、そういうこともありますので、まあね、日本人選手が加入したことによってそこにいた日本人選手の立場が危うくなるっていうのはちょっと悲しい話ではありますけどもね、まあでもね、あのマイケンにも頑張ってもらって、ダルビッシュ同様ね、強いチームでローテーションを張ってほしいね。マイケンの活躍にも今後期待しましょう。ドジャースの活躍にもね、いろいろとまた楽しみが増えてきましたからね。はい、次回の対決サクサクセスではまたこれまでに対決したことない選手と対決する予定ですので、お楽しみに。ここまで見てくださったみんなありがとうね。グググググバイ、またを。